日本ハムファイターズの近藤健介選手が FA でソフトバンク移籍ということで、人的保障が誰になるのか注目されています。ソフトバンクホークスは選手層が厚いということでも有名で、いい選手もなかなかプロテクトしきれないということで、大物選手の名前も多数候補に上がっています。ソフトバンクホークス、誰が人的保障となるのか詳しく予想していきます。まず北海道日本ハムファイターズの補強ポイントはどこなんだろうというところから見ていきますと、外野は磯畑選手、松本剛選手、万波選手、今川選手、浅間選手いますし、加えてトレードで江越選手を取って矢沢選手をドラフトで補強しています。二遊間に関しましては加藤選手であったり、あとは山田遥選手とか補強はしっかりとしていて、サードは野村選手、ファーストは清宮選手が今のところレギュラーを取っているという状況ですね。まあ、ただサードファーストに関しましてはこの2人の選手以外、まあ、なかなか候補がいないというところで、サードやファーストを守れてなおかつ指名打者も打てる野手っていうところは1人欲しいところであります。まあ、こちらに関してはただ外国人で補強する可能性がありますので、一番の補強ポイントはピッチャーである可能性が高いかなという状況ですね。特にファイターズは伊藤大海投手を後ろに回そうかというような話があるくらい、抑えのピッチャーというのが全然固定できていないという状況なので、そういった候補になる選手が漏れていれば獲得する可能性というのは十分あると思います。では誰がプロテクトされて誰が漏れるのか見ていきましょう。まずはプロテクトの可能性が極めて高い投手から見ていきます。インターネット上で多くのソフトバンクホークスのファンの方であったり、他の野球ファンの方がプロテクトのリストを作っておりまして、そういったところも参考にさせていただいて、これらの投手はまあ外さないだろうというところです。風間選手、津森選手、甲斐野選手、又吉選手、加山選手、東山選手、石川選手、大関選手、藤井選手、坂東選手、そして松本選手と、なのでこれらの投手が人的保障で移籍する可能性はかなり低いのかなという状況でございます。一方プロテクトに漏れてしまう可能性が高い投手というところも見ていきます。ソフトバンクホークスのファンの方が作ったプロテクトリストの中で、特に多くの方がプロテクト漏れというふうに予想している投手ですね、椎野投手、尾形投手、高橋純平投手、田浦投手、木村投手、笠谷投手、田上投手、そして現役ドラフトでファイターズから移籍した古川投手と、このあたりの投手はプロテクト漏れの可能性が高いだろうと予想している方がとても多いですね。現役ドラフトで予想されたような投手も含まれているので、リストから漏れる可能性っていうのはかなり高いのかなという投手が多いんですけれども、逆に言うとファイターズも選ぶ可能性も低いのかなという印象でございます。なので今回選ばれる可能性のある投手としましては、プロテクトの当落線上の投手の中からプロテクトされなかった投手が選ばれる可能性というのが結構高いと思います。なのでホークスのプロテクト当落線上の投手を続いて見ていきます。ファンの方々の中でプロテクトするかどうかが議論されている投手たちがこのプロテクト当落線上ということになります。高橋礼投手、田中正義投手、武田投手、杉山投手、泉投手、和田剛投手、森投手と、このあたりのかなりビッグネームの方が多いわけですね。日本ハムはリリーフを補強したいっていうところもありますし、新庄監督の意向とすると若くて伸びしろがある選手っていうのをかなり新庄監督が好む傾向にありますので、そういった選手が選ばれる可能性高いのかなというところで、高橋礼投手だったり田中正義投手、杉山投手、泉投手、このあたりはかなり候補として上がってくると思います。もちろんこの投手すべてがプロテクトから漏れるという可能性は極めて低いので、この中から漏れた投手の中から選ばれるという可能性はあるのかなと思っております。まずは多くのホークスファンの方がプロテクトを予想している主力の選手たち、あとは期待のかなり高い選手たちになります。甲斐選手、今宮選手、周東選手、牧原大成選手、三森選手、野村勇選手、柳田選手、栗原選手、柳町選手、井上選手、正木選手と、このあたりはドラフト1位の選手とか、あとはもう今主力で戦っている選手とか、このあたりの選手がプロテクト漏れるという可能性は極めて低いのかなという状況ですね。続いてプロテクト漏れが濃厚な野手についても見ていきます。多くのホークスファンの方々がプロテクトを予想しなかった選手たち、野手見ていきます。久喜選手、牧原浩太選手、野村大樹選手、河原田選手、増田修選手、水谷選手、佐藤選手と
ということになります。まあ、このあたりの選手は例えば久喜選手とか水谷選手あたりは現役ドラフトの予想としても名前が挙がっていた選手になりますので、当初同様これらの選手が漏れるということになっても選ばれる可能性っていうのも少し低いのかなという印象でございます。続いてプロテクト、もし漏れたら選ばれる可能性があるプロテクト当落線上の野手見ていきます。プロテクト当落線上の野手ということで、ファンの方々も入れるかどうか迷う議論されるような野手ですね。谷川選手、海野選手、渡辺陸選手、川瀬選手、リチャード選手、笹川選手、上林選手、そして中村晃選手と、このあたりの選手の名前が当落線上で上がっています。キャッチャーに関しましては、この中から1人プロテクトされるかどうかというところで、誰をプロテクトするかというところになってきます。あとはリチャード選手とか上林選手、中村晃選手といったビッグネームの名前も入っています。以前新庄監督はソフトバンクのリチャード君は欲しいなと思いました、欲しいなと思ってた瞬間に1軍に上がって7、8本ホームランを打っていたので、あ、これはもう出してくれないなというようなコメントをしているわけですね。特に今サードファースト野村選手、清宮選手以外いないというところで、競争相手として、もしくは DH を打たせるとか、そういったところもありますから、新庄監督の意向というところもあって狙われる可能性は十分あると思います。続いて人的競争でファイターズから選ばれる選手は誰になるのかというところをまとめていきます。改めて人的競争で移籍するかもしれない選手の予想というところで言うと、野手ですとリチャード選手、ピッチャーですと高橋嶺投手、田中正義投手、杉山投手、泉投手、このあたりがもしプロテクトのリストから漏れているということになると選ばれる可能性っていうのも出てくるのかなというふうに思っております。改めてファーストとサードっていうところは今日本ハムファイターズ清宮選手と野村選手しかいないというところであったり、指名打者が外国人がどうなるかわからないというところもありますから、期待も込めて競争相手としても同じくらいの年齢層であるリチャード選手を取っておくと、あとは新庄監督の期待も高いというところですね。あとはファイターズの弱点であるリリーフ陣というところの補強の部分に加えて、30歳未満でなおかつこれからの成長が期待できる投手というところで、これら4人の投手がプロテクトのリストから漏れていれば選ぶ可能性っていうのも出てくるのかなというふうに思っております。上林選手もビッグネームということで、かなり名前も上がっているんですけれども、日本ハムファイターズの編成を見ると外野陣かなり人数も多いので、上林選手が選ばれる可能性っていうのはこれらの選手と比較すると少し低いのかなというふうに考えております。森ゆいと投手に関しましてはプロテクトされるかどうかかなり微妙で、実績のある投手ではあるんですけれども、年俸がものすごく高いというところと、ここ最近少し成績が落ちているというところで選ばれる可能性は少し低いのかなと思っております。以上です。